皆さんこんにちは、こんばんは。今回は、支援機の紹介です。私が使っている低コストの支援機です。支援機は他の機体に比べて、地味だと思いますが大規模戦や局地戦の時に、前線で戦っている機体を後方で修理、復帰や弾薬補給、することができる。常に味方と行動し心がけてをする。リペア統治、ノーマル。回復速度はやや物足りないものの、安定して戦闘復帰を行える。はい、リペア統治 R、回復力が修理速度なので、素早く回復できる点が魅力。個人的おすすめはリペア統治、ノーマル、です。リペアポット L、稼働時間が長く、回復力は低いです。リペアポット、ノーマル、回復力稼働時間、バランスがいいです。けどマップに応じて対応することです。設置式対空砲、ノーマル、稼働時間効果範囲耐久力、バランスがいいです。設置式対空砲を強化するなら稼働時間、効果範囲です。個人的のおすすめは設置式対空砲、ノーマル、です。ジャミンググレネード、ノーマル、弾薬が多く、リロード時間効果時間効果範囲がバランスいいです。レーダーポット、ノーマル、稼働時間効果範囲がバランスいいです。広域型レーダーポット、稼働時間が短く、効果範囲が広いです。けどアップデート前と後では、稼働時間が半分にも、レーダーポットを強化するなら効果範囲をマックスにすることです。個人的のおすすめはレーダーポット、ノーマル、です。ジム、トレーナーにモジュールの装備は補給弾薬と高速補修さんです。補給弾薬には、リペアポット、レーダーポットの弾数を増やすことです。高速補修さんには、リペア統治の修理速度を速くすることです。撮影した被写体はデマーキングされ、マップを見なくても居場所がわかるようになる。カメラガンを強化するなら射程距離をマックスすることです。カメラガン強化さんには、表示時間を長くするものです。高速切り替えには、少しでも切り替えを速くすることです。高速装填は、リロード時間を短縮です。索敵機溶性グレネード、投擲1から爆発1まで索敵機が直線に飛び索敵。強化するなら効果範囲をマックスすることです。ミサイルランチャー支援型、威力、弾数、射程、ロック時間等、全体のバランスがいいです。ミサイルランチャー支援型 M、威力は低いが弾数が多く、リロード時間が早く、射程距離が長いです。次は、宇宙デッキの機体です。ジム、トレーナーの紹介は、以下略にします。機雷 F 型、弾数が少なく、威力が高く、効果範囲が広いです。機雷、弾数、効果範囲がバランスがいいです。強化するなら、威力と効果範囲です。機雷は、近接系のみです。機雷サンクポッド W 型、リロード時間が遅く、効果範囲が広いです。機雷サンクポッド、弾数威力射程距離リロード時間効果範囲ロック範囲がバランスがいいです。機雷サンクポッド G 型、射程距離が長く、リロード時間が早いです。強化するなら、威力と効果範囲です。個人的です。シールドブレイクは、敵機体のシールドをダメージを増加します。バズーカ、榴弾は効果範囲を拡大します。これで機体紹介を終わりにします。あくまでも、ご参考にしてください。見てくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。またね。